やっぱ罠だったのかな。違うわ。どうしても二人きりで話がしたかったの。秀康、教えてほしい。秀吉様はあの桜で何をしようとしているの？なぜ人のように見えるの？なぜ泣き声が聞こえてくるの？秀康、あなたはそれを知っているのでしょう。あの桜に関して全ての指揮を取っているのは石田三成。そして三成たちはあの桜をこう呼んでいた。幻魔樹と。ねえ、幻魔樹って何なの？幻魔樹は生きている人間だ。大量の人間がねじり込まれた塊だ。そんな。幻魔樹とは幻魔虫を大量に生産するための幻魔器。そしてその幻魔虫は人に取り付く。幻魔虫。幻魔虫に取り付かれた人間は恐るべき兵士となる。恐怖せず、飯も食わず、絶対服従の殺戮だけを目的とした幻魔兵にな。九州から大陸に送り込まれている兵士たちって。そうだ。そして幻魔虫に疲れた幻魔兵は心を失い、やがて醜い化け物になっちまう。醜い化け物。秀吉は日本各地で育成した幻魔樹を今日の醍醐に集めて醍醐の花見を開こうとしている。それこそまさに幻魔虫を一斉に解き放ち、日の元に住まう者全てを幻魔兵に変える儀式だ。そんな馬鹿なこと。お松、俺と共に来てくれ。昔のように。幻魔樹に関する全権は石田三成が抑えているの。彼は今この城にいるわ。三成さえ倒せば秀吉様もお考えを変えてくださるかもしれない。よし、行こう。それで終わりにできるなら。待って秀康、お仲間のことを。ほっとけ。あの男なら問題なしだ。そこで待ってろ。幻魔の魂を封じてちょうだい。はいはい。まずは休んで。
見つけちゃう。やれやれ。まずは休んで。わかったよ。